どうも、パンパンです。本店ベンチ、はじめよー。はい、ということで、今日いきなりね、ちょっと動画を回してるんですけども、何の動画かというと、今週末、僕と、あと今撮ってくれてる、今日、直太郎、二人でいるんですけど、ある大好きな友人の結婚式の余興を頼まれてまして、まあ僕も直太郎もダンス部出身で、もともとダンスをやってたってこともあって、まあでも何回もね、はい、踊ったりしてきたよね。で、今回も今週末あるということで、今日は会場の下見に二人で来たタイミングです。こちら、ラシックアンジュールさんですね。はい、有楽町になるのかな、これ。このあたりの僕ら二人で下見をして、ちょっと打ち合わせもして、広さとか測ってっていうのを今やってきまして。で、今日はこの後、3回目の練習に行くところなんでございます。まあ僕らが曲を選んだり、まあ振りとか構成話し合って作ったのをもう2回みんなで練習してて、今日3回目。もしかしたらこの練習が最後かな。今日初めて来るメンバーと共に最高の余興を作り上げたいと思います。ぶちかまそう。ぶちかまそう。本編の余興の動画につながると思うんで、そちらぜひご覧ください。それでは本日も、どうぞ。はい、ということで、久々の結婚式です。なんかパンパンと直太郎が結婚式で余興をやるということで、ほうほうほう。なんかダンス踊るらしいのよ。楽しみだね。ね。まあ楽しみでもあるし、純粋に結婚式久々だし、盛り上がって、ね、あいつらのね、ダンスをちょっと見守っていこうよ。あ、運転してくれてるの、ポリでーす。はい、どうも、久しぶりでーす。はーい。まあということでね、本番楽しみに、じゃあ、行っていこう。よー。
終わりました。いや、よかったよ。よかった。いや、よかったよ。緊張したよね。いや、緊張したら、あれやっぱり。いや、意外と緊張しました。しかも、踊るのも久々なんじゃない？まあ、意外と、ね、舞台自体がね。え、結構、しかも練習もさ、あんまりどうだった？してない感じだと思ったの、まあ、いろいろ変更があったりで、はい、またついて、はい、ちょっと。なるほど、ね、前日まで連絡取り合ってみたいな。あ、まあ、良かったんじゃないですか。めちゃくちゃ良かったですかね。直太郎もめちゃくちゃかっこよかったよね。かっこよかった。ソロもさ、あったし、しかもペンライトのとこめちゃくちゃ綺麗だった。ああ、綺麗だった、ね、みんな、ね、そう、全体の。そうそうそう。なんかこう後ろ向いたけど、めちゃくちゃ綺麗だった。いや、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、今回余興だったけど、はいはい、まあ、またね、改めてね、うん、前も言ったように、はい、ダンス動画も出したいなとは思います。そうよね。いや、ぜひぜひ。はい、改めて、はい、2人、おめでとうございました。そしてご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。おめでとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。